ユドニス・ハスレムはアメリカ合衆国フロリダ州マイアミ出身のバスケットボール選手。NBA のマイアミヒートに所属している。身長203センチメートル、体重106キログラム。ポジションはパワーフォワード。高校時代はマイアミ高校で州のチャンピオンに輝く。大学は地元フロリダ大学に進学。2000年にはマイク・ミラー、ドネル、ハービー。 マット・ボナーラと共にチームを NCWA ファイナルへ導く。フロリダ大学卒業後、NBA ドラフトでは指名されず、2002年はフランスのエス・シャロン・シュルソーヌでプレーした。2003年、サマーリーグでの活躍を認められ、マイアミヒートにドラフト外で入団。1年目は平均得点7.3、平均リバウンド6.3と、ブライアングラント、 ラマーオドムのバックアップとして起用されていたが、2年目からは、センターのシャキール・オニールを支える脇役として、不動のスターターに定着した。2006年の NBA ファイナルでは左肩を痛めながらも、ダークのビツキーに対するタイトなディフェンスで、ヒートのチャンピオン獲得に貢献。その後2012年と2013年の連覇にも、貢献した。2017年7月20日、 ヒートと再契約し、現役続行が決まった。2019年4月10日、ブルックリンネッツ戦で12得点、11リバウンドを上げた。2021年9月6日、ヒートと再契約単年260万ドルハスレムは、パワーフォワードとしては、上勢はないが、リバウンドには非常に強い。その一方で、インサイドでの得点ばかりでなく、中距離のシュートも、 得意としている。ありがとうございます。